アンリ・ロワイエはフランスの画家である、ブルターニュの人々を描いた風俗画の画家として知られる、ムルトイコールエイコールモゼル県のナンシーで生まれた。父親のジュール・ロワイエはナンシーに版画の出版工房を創立した人物でもので、ロワイエは美術愛好家たちの中で育った。ナンシーの美術学校で学び、後に有名な肖像画家となるエミール・フリアンと知り合った。 ナンシーでの展覧会に出展し、評価された後、フリアンとオランダで1888年まで修行した。フランスに戻った後、パリのエコールでボザールに入学し、1890年からは、アカデミー・ジュリアンで、ジュール・ジョゼフル・フェーブルや、フランス・ワフラマンに学んだ。1890年から、サロン・ド・パリに出展を始め、風俗画や肖像画を出展し、貴族や政治家、 科学者などの肖像画を描いた。多くの展覧会で入賞して、1900年には、レジオンドヌール勲章を受訓した。1901年からアカデミー・ジュリアンで教えた。アンリ・ロワイへの教えた学生には、ジョルジーナで、アルブケルケや、エティエン・ル・ビュフェ、ジョルジュ・エミール・ル・バックラがいる。1896年になって、妻とブルターニュに移り、それ以降ブルターニュで、生涯のほとんど間。 暮らした。多くの画家がブルターニュの風景を描くのを好んだのに対して人物画を好んだ。ブルターニュの人々と親しくなるためにブルトン語を学んだ。ロワイエの人物画はブルターニュの伝統衣装に注意を払われて描かれていた。第一次世界大戦が始まると軍務につき、1915年に先行十字章を受訓した。1931年。 レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。